鉄道、これも事前予約必須です。すぐに席埋まっちゃいます。で、先ほども言ったように、トレドに行った時に、行きのチケットは取れたけれども、帰りの電車すぐ埋まっちゃったので、仕方がなくバスで帰ってきたんですけど、まだバスで帰れるってところはいいじゃないですか。だけど、バスがないとか、もうバスだともう何倍も時間がかかるっていうところだったら、もうとにかく鉄道を先に手配しとかないと、例えば、サグラダ・ファミリア予約してたのにバルセロナまで行けないみたいになっちゃうので、鉄道の予約は事前予約にしといた方がいいですということです。で、基本的にはスペインの国鉄レンフェというところの、で、移動するという感じになりますけれども、鉄道の予約方法を大きく分けて3つあります。一番いいのはレンフェの公式サイト、ネットから取るところが、日本で発行されたクレジットカードはなぜかエラーが出ることが多い。もうネットでいっぱい書き込みがあって実際にそうです。で、別に JCB はダメなんですけど、ビザとマスターなら OK って言ってビザでやっても全然ダメなんです。で、なぜかですね、そのレンフェでペイパル決済にすると大丈夫なので、ペイパルにして、ペイパルはクレカ決済。クレカ決済、クレジットカード決済なんだけど、ペイパルを挟むとなぜかレンフェで予約が取れたりします。だけど私途中まで、レンフェでペイパル、クレカで取れてたのに、途中からなぜか急に取れなくなったので、なんだやっぱこれ取れねえじゃんみたいになって、わざわざ窓口に行きます。窓口に行くんですけど、ただ2日前からしか取れないんですよ。なので、もうすぐ1週間先とか取れないっていうのと、いちいち並ばなくちゃいけないですし、結構ね、営業時間とかも限られてるので、まあ、窓口で取ってもいいですけれども、時間は限られていると。で、そこで、まあ、手数料はかかっちゃうけど、オミオというサイトがあります。このオミオというサイトは、ヨーロッパのあらゆる鉄道やバスの予約を取れるサイトで、時刻表代わりにもなりますけれども、まあ、これだと本当に日本の発行したクレジットカードの簡単に決済が出るので、まあ、手数料かかってしまいますけれども、確実の人になったらオミオが便利かなというところでございます。これがスペインのレンフェですけれどもね、皆さんこれ見て、いきなり基本がスペイン語なんですよ。英語基本じゃないんですよ。で、しかも、英語の言語にしたいと思っても、どれが英語だっていうことで、このレンフェの下に載ってますけど、このイングレス。ING、これがイングリッシュなのかっていうことになかなか、なかなか気づけないっていう。だから本当にね、スペイン語ベースなんですよってこと。まあ、なのでこれでイングリッシュで英語表記にはできますけれども。で、鉄道こんな感じで、どこからどこまでってやると時刻がバーって出てきて時間も出てくるんですけど、これ見てわかる通り、値段が全然違います。6時半の電車で行けば28.45ユーロで行けるのに、7時になるといきなり80ユーロに跳ね上がりますみたいな。で、この3つあるんですけれども、3つはなんかこの、なんか普通席と、そのちょっといい席と、なんかみたいなそういう区分だと思うんですけれども、とにかく一番安い席、とにかく全席指定ですからね、事前に取らないと。で、これ、もうちょっとすると全部フル、もういっぱいです。もう予約できませんみたいになっちゃいます。なので、時間帯によっても違いますし、まあこれで事前に取っといた方がいいという感じですね。で、レンベの公式サイトで取れると何がいいのかっていうと、チケットが、こういう感じで QR できて、しかもそれを iPhone のウォレットとかに入れられるんですよ。なので、わざわざチケットプリントアウトする必要もないですし、メール添付のものをウォレットに入れて、iPhone でピュってやれば別に入れるというので、レンフェの公式サイトで一番取れるのが一番いいかなっていうところではございます。ただ、先ほども言ったようにエラーがすごく出やすいので、手数料はかかってしまいますけれども、オミオで取るといいと。で、このオミオめちゃめちゃ便利なのは、かなりマイナーなバスとかも網羅してますし、鉄道だけじゃなくてバスの時刻表とかも出てきます。なので、先ほども言ったように、トレド帰り取れねえよ、トレドマドリッドなんか電車ないよみたいになっても、バスが出てきて、バスの時刻表とかも出てくるので、すごい便利ですというところでございます。で、まあ、こんな感じで、例えばマドリッド、バルセロナみたいにするとずらーっと出てきて値段が出てくるっていう感じになって、値段に応じても手数料が取られますけれども、まあ、ここでもチケットが取れるという意味では非常に便利で、
鉄道、バス、飛行機っていう区分があるので、いや、じゃあ飛行機で行っちゃおうかなとか、バスの方がいいかなみたいなことも選べて予約もできるという非常に便利なサイトでございます。で、オミオは時刻表代わりにするということ、いいということで、サラゴサから戦争遺産のベルチテに行くときに、これ調べたら全然バスないじゃんっていうのがこのオミオのおかげで分かりました。で、そのベルチテ行きのバスの時刻表とかネットで検索してもなかなか出てこないんですけど、オミオで検索したらすぐ出てくるので、これが一番正確ですごい分かりやすいかなというふうに思います。それから鉄道を乗るときの注意点なんですけど、これちょっと独特なので、まあ、皆さん実際に行かれる方は覚えておいてほしいんですけれども、まず、ホームの何番線に到着するかっていうのが直前まで不明です。しかも、始発駅とかなの不明なんですよ。なので、まず、待合室で待ってないといけないんですよ。だから、5番線に来るのか、10番線に来るのか、なんか直前までわからない。で、じゃあ、この電車、トレド行きの電車は10番線に来ますよって分かったら、そっからまた改札が始まってみたいになって、そこで切符確認して、QR 確認してみたいな、すごい行列になります。それから基本的には荷物検査があります。なので、すごい時間がかかります。なので、時間に余裕を持って、で、ホームもいっぱいあったりするので、なんか、ね、1番線付近の待合室で待ってたの、一番遠い10番線とか言われたら、そこまで行くのに時間かかるよみたいなこともあるので、時間に余裕を持たれた方がいいんじゃないかなということでございます。まあ、こんな感じでですね、ホーム番号がかかると、そこからまたチケット見て、こんな大行列になっているという感じになっております。電車はね、長距離電車は割と綺麗な感じですね。日本の新幹線のようになっておりますという感じです。で、車窓はもうね、大体どこもこんな感じですということで、結構トンネルが多かったので、あんまり車窓が取れなかったんですけれども、まあ、こんな感じでございますということです。それからもう本当にね、私本当にあちこち移動してたので、電車の中でパソコンで、ベルチテ、戦争遺産ベルチテの Kindle の写真集の作業をここでしてしまいましたということで、レンフェには Wi-Fi があります。レンフェの Wi-Fi 使えばいいと思うんですけど、普通の Wi-Fi の中でまあね、結構あんまり入らなかったりもするんですけど、あんまりでもレンフェの Wi-Fi も、電車内結構ね、Wi-Fi あんまり良くなかった。あんまり見れないっていう感じなんですけど、まだ作業にするとか、Kindle の本を、逆に Kindle の本をずっと読んでる、ネットがあんまり繋がらなかったので、電車の中で、その電車の Wi-Fi を使ってもあんまりなんかこう接続が悪いので、オフラインで見れる Kindle 書籍を読む。まあ、それで僕、スペイン旅行中に本を4、5冊ぐらい読めたのは、電車の中であんまりネットが使えないから、本だけどんどん進めていけるっていう感じ。